皆さんこんにちは、さとこです。今日は私の手帳を使ったタスク管理方法をお伝えしていこうと思います。こちらが今使っているバレットジャーナルなんですが、この1週間を通してどういう感じでタスクを管理しているのかっていうのをお伝えしていこうと思います。ではまずウィークリーのタスクの書き方です。まずは1週間の初め、私は日曜日の夜もしくは月曜日の朝にマンスリーのページ、このページですね。この中のあらかじめ決まっている予定、例えば何曜日に A さんと会うとか、何曜日の何時から打ち合わせと、こういった決まった予定をそのまま各曜日に書き写していきます。あとは前の週のウィークリーページを見て、先週やりたかったけどできなかったタスクとか、ノートの部分に書いたやろうかなと思っていたアイディア等を今週のページに振り分けながら写していきます。次にデイリー、日々のタスク管理の方法です。基本的に前日の夜とその日の朝、日中とで分けています。まず夜、その日のタスクの分類をします。どういう意味かというと、そのタスクが完了しているのか、途中までやったのか、そもそもタスクじゃなくなってやめることにしたのか、でこれはバレットジャーナルのキーと呼ばれるもので分類をしていますが、後ほど私が使っているどういう印でそれを分けているのかっていうのはご紹介します。あとはその日の分のタスクの分類が終わったら、翌日のタスクを分かっている範囲で書いておきます。その日に完了しなかったタスクも必要な場合は翌日に書き写しておきます。で、翌日の朝、日中ですね。基本的にはバレットジャーナルでタスクを確認する前に、以前にもご紹介したモーニングページというものを書いているのですが、それを書いてると、あれもやらなきゃとか結構思いついたりするので、それも含めて新しいタスクがあれば朝の時点で書き足します。で、最近始めたんですが、朝の段階でその日に終わらせたい重要なタスク3つを選んで星マークをつけるということをしています。もちろん結局できないっていうこともあるんですが、星マークをつけていることによって翌日には絶対やろうっていうふうになるので、必ず翌日中には重要なタスクが終わるっていうふうになりました。なのでこの星マークっていうのはかなり私の中ではおすすめです。で、日中もどんなタスクがあったっけっていうのは私結構忘れてしまうので、随時手帳を開いて完了したタスクは消す、新しいタスクがあったら足すということをしています。で、1日の最後に今日もたくさんタスクやったなっていうのを見返すのが結構好きなので、日中手帳を開いた時点で書いてない仕事を終わらせていた時は書き足した時点でもう完了マークをつけるなんていうこともやったりしています。あとは個々のタスクに関してはなるべく細分化して書くようにしてます。例えば YouTube の動画をアップしたい場合もサムネイルを作るとか、動画編集ソフトにアップするとか、色味を調節するとか、なんかいろいろ作業があるので、これは私の YouTube のスケジュールを書いたりアイデアを書いたりしているページなんですが、こんな感じで管理をしているので、日々のタスクのところにも YouTube 撮影、アップ、声入れる、色味を調整するっていうのを細分化して書いて、その一個一個を確実にタスクとして完了させるっていうのをやっています。あまり大きいとその中の作業がたくさんあって完了できなくて、なんか終わんなかったってなっちゃうので、大きいものを終わらせるために一つ一つを細分化して着実に一個ずつ終わらせていくっていうのを、タスク記入する際も気をつけています。で、最後にタスク管理のマーク、バレットジャーナルでいうキーというものですね。これをご紹介していきたいと思います。で、バレットジャーナルだと丸で管理している方も結構多いと思うんですが、私はこのチェックボックス、四角を書くのが好きで、タスクに関しては四角を書いて管理しています。で、先ほど説明したように関連するタスク、細分化してタスクを管理しているので、上のタスクに関連するタスクに関してはこの、直角の矢印を書いて、その隣に四角を書いて、そのやることですねを書いています。で、完了したものは四角を黒塗り、一部完了しているものは半分ですね、斜めの線を引いて黒塗り、でも完全にもうこれちょっとやんなくてよくなったわっていうやつは全てを横線で消す、
この1,2,3,4,5個ですね、5個のタスクの管理マークを今は使って運用しています。で、資格がなんで好きかっていうと、この完了した黒塗りが丸よりも黒がすごい目立つんですよね。で、そうすると、あ、これもやった、こんなにやったみたいな感じで慣れるので、っていうのもあって、私はこのタスク管理に関しては資格で、管理していくのが好きです。バレットジャーナルを始める前は、こんな別にタスク管理なんてしなくてよくないっていう感じの部類だったんですけど、私がこれを書くようになって、本当にこう後回しに今までしていたこともちゃんとできるようになったし、このやることの優先順位も明確につけられるようになったし、本当にこう生産性、一日の生産性が上がったなっていうのは実感しているので、このタスク管理というのは手帳でしていただくのはとってもおすすめですし、やってるけどなんかうまくいかないんだよねっていう方は、もしよければこの動画を参考にしていただいて試していただければなというふうに思います。本日もご覧いただきありがとうございました。もしよろしければ、この動画のいいねとチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。